ちょっと顔下げて、もうちょっと何してんのバカ。なんで筋トレの動画は多分もう上がってて、俺らが一番最初にあれきっかけでちょっと筋トレにハマって、うん、2日に1回、3日に1回ぐらいやってますね、筋トレはしてるんですけど、はい、今日から1週間本気で筋トレしたらどんだけマッチョになれるかっていうちょっと企画をやりたいなと。食事制限もして本気でちょっと筋トレをやっていきたいなと思うので、はい、ちょっと今からビフォーアフター、ビフォーね。今日から1週間本気で、筋トレしてどれぐらいマッチョになるか。超軽量天使なプラズマジック、種明かしなしでじわじわと生成、サプライズ好きな持ち味、評価の変化を見逃すなよなよ。蒸し鶏です。これはブロッコリーと卵の炒めです。バイタル筋肉いいんだよ。ブロッコリーもうまいよ。デブお前2日目お前もう寝るんだ。今日サボるんか。サボってない。デブ。ああデブ。起きたらするよ。シーフードとキノコたちの塩和え蒸しですね。つなぎもとアスパラの中華炒めですね。多くなかった。チキン蒸し鶏のディアボラ風、簡単茶碗蒸しシーフードですね。いただきます。鶏胸肉を薄く切ってしゃぶしゃぶにして、ね、と、いただきます。いただきます。うめえ。お好きやな鶏胸肉の。それポン酢吸ったらパワーになって。ということで1週間、筋トレ生活終わりました。お疲れ様です。頑張った。キッペイが全部見てくれて、食事もちゃんと作ってくれて、本当俺ら炭水化物ほぼ抜きなしでした。はい、本当この1週間マジで頭回んなかったです。ですが、それぐらい俺たち頑張ったと、皆さんに結果を見てもらおうかなと。お先に。はい、抜きます。はい、
お、ど、どう？あれ、前よりかは？全然まださ、ちょっと、もう一回回ってみて、回ってみて、横、横見しよう。全然違うんじゃないですか。たくましくなったかも。そうだね。体重もどうなんだろうね。体重も測ってみて。ちょっと取り忘れたんですけど、測る前が、1週間前が91キロ、はい、乗ってください。85? 85? え6キロ6キロ減。はい、ということで、じゃあ僕です。でもね、着生感出てると思う。いや、1週間マジ2人とも頑張りました。俺ができる限りの食事とトレーニング施しました。はい、はい、だいぶ変わったね。だいぶ違うじゃん。胸筋よ、ほんだと一番こんなおっぱらアウトラインこの外側、そこそこのおだいぶくびれとかほらピッと、確かに、うん、だいぶ変わったんじゃない？